皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回は、私の簡単な自己紹介とですね、YouTube で発信をしようと思ったきっかけについてお話していきたいと思います。で、自己紹介からなんですけれども、私は、今年で今28歳の年になるんですけれども、もともと会社員を5年勤めてまして、で、昨年の4月ですね、昨年4月に退社をして、今はフリーランスとして活動してます。で、主に宿泊関係の仕事で今は生活をしているような形です。具体的にはまた今後の動画でお話していこうと思ってますので、またチェックしてみてください。そもそもこういう喋りをしようと思ったきっかけがですね、2つあって、1つ目が今僕が働いているような、フリーランスとしての働き方ってどうですかっていう話を結構いただくので、これからですね、就職をするべきなのか、個人でやっていこうかって思っている方に向けて、僕が、今やっているようなことですね、日々感じていることとか、実際にどういう生活とか働き方をしているのかっていうのをお話していければなと思ってます。で、2つ目がですね、結構周りでその自分で発信したいなって言ってる人がかなり多くてですね、僕がこうやって発信をすることでそれを見てくれた方がですね、じゃあ僕もやってみようかなっていう、その人のなきっかけになればなと思って YouTube でこう喋るような形にしました。で、次回からはですね、僕が実際にどういう働き方をしてたりとかですね、どういう生活をしてるかっていうのをですね、発信していこうと思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。今回はですね、以上になります。また次回ですね、動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。